はい、どうも、青森の小川です。今回は、外川町周遊スタンプラリー第2弾ということで、蟹田地区を回りたく、蟹田駅の方に来ております。今、外川町はですね、土砂降りでございます。午前中まではね、晴れてた。晴れてたんですけどもね、僕がね、こう、青森市内から外川町に向かってる最中に土砂降りになり、そのまま土砂降りになっております。で、とりあえず、行ってまいります。寒い。早く早く。はい、まずは大山ふるさと資料館に来ました。ここはですね、世界遺産になりました大台山本遺跡のすぐそばにある資料館となっております。このように昔ながらの土器なども展示されております。で、何よりもですね、ここは昔小学校だったところを資料館にしたということで、昔ながらの木造建築となっております。ただですね、新しい資料館ができますと、ここは閉館ということでございますので、あと1年ぐらいって言ってたかな、ぜひ、それまでに来ていただければなと思います。で、ここからはですね、昔の道具ですとか物ですとか、そういったものが展示されておりましたので、昔ながらを楽しみながら、ぜひお楽しみいただければなと思います。
あ、お疲れ様です。はい、というわけで今回は外ヶ浜周遊スタンプラリー第2弾をやってきました。今回はですね、蟹田地区を巡ってきました。無事ね、4つゲットしましたけれども、道中ね、これ土砂降りだったので今日、本来撮りたかった場所ですとかですね、景色なんかも全然撮れなかったので、どうなるのかわからないですけれども、まあ、うまく動画がなってればいいなと思いながら今エンディングを撮っております。今回はですね、トップマストで卵ガニ、そして、ウェルカニでホタテ醤油マヨ、そして松尾スーパーで木戸職員のエビ玉をゲットしてまいりました。全部ね、つまみになりそうな食材でございますので、家に帰っていっぱいやりながら、つまみたいと思います。というわけで今回の動画は以上となりますけども、もしよろしければいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。次回も、外側周遊スタンプラリーやりたいと思いますので、ぜひお楽しみに。最後までご視聴、どうもありがとうございました。バイバーイ。